はい、どうも皆さん、こんにちは、ムンスケです。信長の野望新生 PK 神君追放、もしも危機に陥った大友家が家臣団結のため信仰を捨てたら、大友義宗編、続きをやっていきたいと思います。はい、前回から新しく始まりました大友義宗編。この時代ですね、大友家九州のね最強の座を追われてしまった年代でございます。ここの紀伊谷城と古書山城、前回落としたわけなんですが、スタート時点ではですね、こちら岩屋城、立花山城と本拠地付近の岡城、臼杵城、船井館のね5城のみとなっているシナリオでございます。1578年ですかね、耳川の戦い、伊藤家をね、援護する形で行いました耳川の戦いで島津家久に大敗を喫してですね、衰退の道を歩んでいる最中となっております。で、今回のねイフストーリーなんですが、この耳川の戦いの時にですね、新軍途上で、寺社仏閣をねもう焼き払いまくって進軍していた大友家。というのも大友宗麟がですね、日向の国に、キリシタン王国を作ろうと思っていたようで、仏教に対してね、まあ弾圧的な行いをしてしまってたんですよね。なので大友の家臣団にも、仏教を信仰している武将は数多くいまして、そういったね武将はちょっとね忠誠が揺らいでいたと、そういうふうに言われております。なので、イフストーリーとしてね、宗麟を前回スタート時点で、追放してですね、他にもキリシタン武将数人いて合計5人ですかね、追放いたしました。キリシタンを弾圧と、逆にキリスト教を帰郷した大友家は家臣が団結して島津の猛攻から耐え抜けたのではないかというストーリーをね、ちょっと試しでやってみております。はい、そんな感じでスタートいたしました大友義宗編。前回ねこの2条落としたまでは良かったんですけども、その後神前を送ってました毛利が攻め込んできてしまいました。で、それに連携する形ですかね、島津も岡城攻めを行ってですね、さらには龍蔵寺、島津と戦ってた龍蔵寺がうちの古書山城を攻めてきたと。で、毛利の部隊はね、追い返しましたねっていうところまでやっております。龍蔵寺が来てるのと島津が来てるのをなんとか今回は撃退していきたいかなというふうに思います。三方面にね強敵を抱えてしまってますね。この時代のね大友家、武将はまだかなりのね豪華ラインナップということでね、島津とも全然渡り合えるぐらい武将は優秀なので、なんでね衰退の道たどるんかなと思ってたんですが、まあこういう展開があったってことなんでしょうね。うん、えぐいですね。うちの同盟国というか従属してくれてる西園寺のみですね、せめて長宗我部ぐらいは味方につけたいかなと思っております。後々長宗我部とは親善していきましょう。まずは防衛からということで、一応舞台ねいろいろ今やってまして、
騎乗させて出陣というところまでやっていきたいと思います。それでは見ていきましょうか。ここに炎上寺の部隊がいて、国衆が2つ来てまして、今高橋ジョーンがね国衆と接敵したというところまでですね。で、橘山から東節の部隊と木谷からイフコレノブの部隊出しております。こちらにで秋月の部隊を続きなさい出して、これで迎え撃ちましょう。合戦はできないと。で、岡城の方は763、島津忠長と島津持久876が来ている。で、2400が島津利久だけかな。あ、これが義弘か。1157の義弘がちょっと厄介ですが、2300の宗茂で迎え撃っていきたいと思います。まあこっちは宗茂だけいれば大丈夫かな。いや、厳しいかな。ただ出せる部隊もいないというね感じです。とりあえず見ていきましょう。向こうにはまだ足りぬ。さあ行くぞ。兵を奮い立て、戦ぞ。武将三条の防衛戦は向こうにはまだ足りない。そうですかね。うちが1700、敵936、大丈夫ですね。こっちが利久のね2400か。敵を叩くぞ。我が策を及ばす。奮い立て、戦ぞ。後ろが攻められておるだと。うん、じゃあとりあえず騎乗していこう。ご命令はいかに。千人まで撃つべき手は何ぞ。急ぐぞ。援護に向かいましょう。あー、ついに義弘来た。おお、この距離合戦かになるんや。はい、これで5対3の合戦できますね。ちょっとやってみましょう。義弘がね厄介ですね。宗茂の先鋒頼みになるかな。ちょっと見ていきましょう。ここに行くぞ。足を動かせ。目を止まる。ご命令をください。いざ進め。いかに動くか。あの要所を制す。進むよ。目を止まる。進軍を始め。頼む。何で敵を撃った。ここに要所を制すのだ。この戦闘にて勝敗を決めてやりましょう。落石がもう少しでたまるんやけど、来た。今が闘気ですぞ。これで優位に立つ。ここで落石を打っていく。よし、敵は混乱した。敵を攻撃する。そして攻撃に出ていく。僕と見るがよいわ。随変流も決めていきましょう。ここでこの軍略でもって決めてくれよ。我が軍略今こそ披露してくれようぞ。いかがしましょう。いかに動くか。そっ、見えなさぞ。それはしましょう。攻め潰してくれよ。その前に立ち去るもらい。ふざけ違い。ご命令ください。ここに要素を手入れ。が、お、混乱なんや。やられた。すぐ試される時ぞ。我こそはと思う者は続け。聞くは
なし。お、マジ。まさか。ここもいつです。おげち、敵を退けるぞ。敵を足を待つ。はい、随変流が収まっていた状態で、我が武力をな。さを100ぐらいしかダメージないんだ。いかがしましょう。いざ進め。力を増え、飛び立ちを伝えたら、おげち、要所を構えます。おげち、要所を構えます。勝機見えますぞ。今が好機ですぞ。これで優位に立つ。これで敵か。残り一部隊ですね。いかがしましょう。足止めを打って敵が止まったうちに軒口を殴ろうか。それぐらいしかねえな。いかがしましょう。もう一回うろうろしてくれ。目を賜りたいね。ご命令を下され。いざ進め。よし、いける。ご命令はいかに。え、敵の退路を遮ってしまえ。敵を攻撃する。さあ行こう。鉄砲隊を前に出せ。勝機見えましたぞ。さあ足止めを打ちました。敵の機動力が行くぞ。皆の者、おおっとマジか。比嘉さん撤退ですか。いけるかな。お、しかももう回復してるやんけ。はいや、厳しいか。いや、いけますね。うん、いけるいける。最後に随変流だけ打って抜き打ち破壊ですね。よし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 。かなり不安やった戦ですが勝てました。よし、これで竜造寺と島津追い払いましたね。一旦内政に着手していきたいと思います。はい、戻ってまいりました。それではですね、ある程度兵は回復してきたので合戦挑みたいかなと思います。でですね、挑む相手なんですけども、まあ言うて3択なんですけども、毛利ではないなということで、竜造寺か島津か。竜造寺、ちょっとね、留守を竜造寺に狙われる可能性あるけど、できれば島津をちょこっとね弱らしときたいっていうのがね本音ですね。竜造寺は6畳、うちが7畳で、島津が今10畳あるんで、ちょっと合戦でね威風を起こして2畳ぐらい欲しいかなと思いますね。はい、戻ってまいりました。西園寺からね舞台を借りてですね、あとはちょっと兵糧がねあんまりない状態やったんで、残ってる兵分ちょっと舞台はね減らしつつ出陣させました。島津も防衛の舞台全部出してくれましたね。ただこの端っこの舞台間に合うか。結構遠いぞ阿賀田城まで。まあ西園寺はね突っ込んでいくんで、ちょっとうちの舞台は歩みを進めよ。止まらせるか。かの血を落とすなっていう感じですね。かの血を制す。まあとりあえず島津がね、集結するのを待っていきたいと思います。はい、戻ってまいりました。だいぶ進軍しましたね。で
できれば8部隊敵をね入れたいんですよね。なので数数えていくと、この義久の部隊までは合戦に入れたい。でできればこの最後に到着する利久の部隊は合戦に入れたくない。そのね絶妙なラインで合戦できればありがたいなと思っております。見ていきます。制圧が済んだらおそらく突っ込んでいっちゃうでしょう。いかに動くかな。さあ突っ込んでいった合戦が始まる。布陣を始める。あ、いいっすね。うん、敵8部隊、うちは10部隊入りました。これでこの利久の部隊はね間に合いませんでしたね。これはいい、セーブしておきましょう。はい、戻ってまいりました。それではねやりましょう。10対8。うちはね2部隊が機械に回るんでほぼほぼ互角ですね。うん、敵は8部隊のみなので小さい部隊をね倒してしまいたいですね。それで、部隊数有利をね作っていきたいなと思います。豊久の部隊と新色の部隊が小さいか、狙い目ですね。であとは脅威になりそうな部隊はやっぱ島津義弘かな。あと義久がレベル8か、戦車レベル8で7275の部隊。この2部隊はちょっと気をつけていきたいですね。できれば軒口を落とす戦いにしたい。いきます。明けへと向かおうぞ、明けへと向かおうぞ。いざ進め。要素を手に入れる。素晴らしい。我が手が止まって安全の敵を撃ち払う。攻撃中敵を叩くぞ。こちらに守りとしましょう。いざ、我がこの戦に進めた。はい、まずは1番槍、8番宗茂。ちょうど、ね、狙ってました。小さい部隊が出てきましたね。豊久対宗茂やっていこう。で、守備はね吉宗と同節に任せたい。で大事なことが、立花同節が、寿命を迎えそうですね。もしかしたらこの戦が最後の戦になってしまうかも。よし、同節頑張って守備についてもらいましょう。隙が見えるまでは敵を引き込む形で行きたいと思います。さあ始めよう。お道を願います。やるわ、よそ進め。はい、敵が隙を見せましたね。まずは軒口に部隊がだいぶ向かってきてくれた。攻撃にならないようにしたい。でここですね、ここ取れたから上運をまっすぐで秋月を迂回させる感じで。ご指示。敵の退路が狙い目を。これで多分インドがねこっちに行くんよね。だからその隙にイフコレノブとこの人、寝み方分からへん、混乱持ちの武将がね左側の軒口を吸収していきたいと思います。狙うは敵の軒口を。よし、これチャンスありますよ。この戦様に示さん。我が武略をもって安全の敵を打ち払わん。さあ随分に自由暗い我が神宝、この舞台メイドの土産に持って行け。今が動くべき時ぞ。
敵を蹴散らさん。さあどうなるかな。さあ、インドがね、動き出しましたね。安全の敵を撃ち払わん。さあ、ステーガマリ絶対無効と。なるほど、試される時と絶対無効なんや。やるな。思うものは続け、奮い立て。我もさあ、ライフティマル身を覚めかもしれない。ライフティマル、そう、お撃を願いまする。敵を撃退するぞ。力を一命もって報いる。我に続け皆の者、我らの力を今こそ見せる時ぞ。ここで止めてる間に秋月が殴りに行くと。よし、これでもう速攻戻ったとて、多分抜き口2箇所落とせますね。よし、勝った勝った。見ていくぞ。このレッスン、いかにせん埋め潰してくれ。我が前に立ち下がる者らよ、ふざけ散れ。変えてや、打つべき手は何ぞ。変わっていこう。敵を蹴散らさん。結局ここ3部隊が来たな。敵兵だ。我が先方の前には物の数ではないわ。この劣勢、どうしたら。うん、どんませません。ただ皆の者、1箇所ぐらいだね。我らの力を今こそ見せる時ぞ。よし、じゃあ、これのが敵のタイルをきましょう。ひねり潰すぞ。敵のタイル閉ざさせてもらおう。敵将取り押さえたり、さあ捉えていく。力を振るえ、共に勝ちをつかみ取らん。先へと向かおうぞ。命令を下され。868、さあ、500何歩ですからね。あれこそはと思うものは続き。さあ、脇口まず一箇所落とせました。頂上です。さあ、これで敵が混乱。それは頂上。オッケー、脇口取るまでもなく島津の指揮を粉砕いたしました。今回の勝利を祝い誇ろうぞ。よー、来た来た来た。敵将を捕らえたわ。まずは豊久の処遇。お断りいたす。そらそうやな。礼を申し上げる。さあ、城二つくれ。我らの勝利、世に響かせ。うん、二個は来た。トライア城も落ちてくれてね、よかったんですけどね。まさか龍蔵寺がうちに対して軍備整えとるな。感謝いたす。まあ追撃したいところやけど、これは防衛に戻りましょうか。よし、じゃあ龍蔵寺からのね、ちょっと防衛に向けて部隊は起床させたいと思います。これより集金に励みます。マンションゲット。うわ、好き。よし、一気に隙をついてきましたね。うぜー。ちょっとぐらい待って言ってくれよ。お撃を願いまする。ん、ゆずき城。あ、こっちはあれか、河野とやり合ってるんですね。あ、河野じゃない、長宗我部屋。なるほど、これは長宗我部と親善始めた方がいいかもしれないですね。では始めようか。はい、戻ってまいりました。
ですね、北条じゃない毛利の攻撃が木谷城に届いたところで、古書三条は結構しばかれているところで、舞台ね、阿賀田城と岡城、臼杵城で府内からも舞台を出しました、で橘山からもね舞台出してますね。命令を下され、岩殿からも出していこう。で、おそらく舞台出せば敵を打ち払います。合戦の判定が出ましたね。8対6、うん、行きましょう。これでまずは竜造寺をね、追い払いますね。よし、今回はこの戦までにしましょうか。おそらくそれでいい感じの時間になるんじゃないでしょうかね。鍋島直しが出てきてる。ただ新生の鍋島直しげはそこまで強くないということなんで、行きましょう。はい、まずは一番槍宗茂。敵はね、部隊数が少ないんでね、軒口を今こそ披露していきましょうか。で、ラッシュと敵を蹴り出すぞ。敵を攻撃する。今、早く攻撃せてやろうぞ。そっち行くの？そっち行くの？撃つべき手はない。我が戦法に手を通る。こうさせろ。我が戦法の切れ味、その身で確かめよう。随変流、あー、いいダメージ入れていく。ここに敵を退けるぞ。お、死が地下粒を打ち取ってしまった。最序盤にですね、キリシタンということで追放したですね。いや、心を入れ替えてね、もう一度士官を望んできたらね、今度は投与しようと思ってたんですが、そうはいかなかったな。はい、何しろ何かよかった。あとは逃げちゃう。さあ、勝負を決めてやりましょう。はい、抜き口を1箇所取って敵の死がなくなったと。はい、これで竜造寺の部隊はね、全部いなくなりましたね。攻め潰してくるよ。毛利の部隊も問題なく倒せるとは思うんですけどね。敵を退けるぞ。あ、そっちの道の方が早い。で、こっちの部隊はじゃあこう行きましょうか。よし、じゃあ次回毛利を追い払って島津の勢い緩めたから竜造寺倒しちゃってもいいし、もう一発島津にね攻撃してもいいかなと思います。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録高評価お願いいたします。コメントもお待ちしております。はい、それではまた別の動画でお会いいたしましょう。ムンスケでした。アリアスー。